Hey guys and girls, it's Kathy Cat. Welcome to the streets of Tokyo. We're in Harajuku now and at the Design Festa Gallery. There's a student exhibition of some of the students' art, so let's go and check it out. Konnichiwa! Konnichiwa! これどういったイベントですか？文化学園大学っていう大学の人たちがデザイン、自分が作ったデザインとかを皆さんに発表したり、作品を見せるような会になってます。早速穴の開いたあいつっていうようなキャラクターですね。はい、そうです。これは高校生の時にホワイトボードに落書きしたのがきっかけだったんですけど、尻尾がお腹の穴からこう出てるっていう感じのキャラクターなんですけど、適当に落書きしたものでもすごく愛着が湧いてしまって、これでちょっと何か物を作ってみようと思って始めたのがきっかけで、何作っても可愛いってなってしまって、そこからこういう風に増えていきました。ありがとうございます。 Alright, what do we have here? ポストカードだと、なんか紙粘土とかで作った動物を展示してます。あ、スティッカーパック、かわいい。 There's cute sticker packs. Hello! Oh, very 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 Harajuku! Harajuku いいですね。キーワーガールとか、そう、可愛い。竹下通りとか個人的に好き。 And never should be missing some manga pieces! 美しい、めっちゃかっこいいです。コンセプトはやっぱり力強いのと可愛いのが融合できて、そういう絵が描けたらいいかなって思ってます。なんかすごい大きい鳥が、これブローチなんですか？これですね、このバレッタなんですよ。こっちはマージャン？マージャン牌です。だけどこの中にこの子がいるテーマは何ですか？思いついたキャラクターを描くみたいな感じで、特になんか縛られたテーマはない。自由の可愛さですね。ここは缶バッジと写真と、ってことは趣味は一つには縛られないってことですか？そうですね。いろんなの好き。Postcards. Very cool. すごいディテールがあるラインですね。細かくて綺麗ですね。テーマは何ですか？可愛い人とかかっこいい人とかを自分のオリジナルで描いてます自分で表現したいって感じですね、はい、このケーキがすごい可愛いんですけど、これは何ですか？ろうそくですか？はい、キャンドルで、ね、食べたくなる。あ、これヘアアクセサリーに欲しいすごい、これはパソコンで書いてそこにプリントした感じなんですか？そうです。素晴らしい。ここはエモーショナルで、ここはここはいろいろな種族の感じで、ケンタウロスがいたりとか、いろんな種族のやつが仲良くしてる感じ。他のこことこれとかは授業作品の描いた絵を展示してます。雅の字をもじって描いた、雅って漢字の字ですねに絵を組み合わせて描いたやつ。ありがとうございます。And there's something I like. Something I like. ヘッドドレスを一から全部手作りで作ってて、この襟とかも全部自分で作ってます。個性的にすごいかっこいいと思うのは、このクリップはヘッドピースの上にちょっとそのサイバー的な感じも足してて、なんか可愛いとかっこいいを掛け合わせて作ってるので、なんか過去のやつとかも珍しい感じで作ってます。ザロリータっぽいしかも私たちのチャンネル見てくれたんだって、ありがとうございます。見たら5年前の動画を見てて、多分いつだったかはちょっと忘れちゃったんですけど、一時期めちゃめちゃ見てました。また見てください。いますすごい可愛い、なんかもう自分がここの中にいるようなありがとうございます。自分はもう本当に自分もアニメのキャラみたいに可愛くて、そ
そうなんです。なんか自分をアニメのキャラクターみたいになりたいなと思ってこういう見た目にしてます。なってます。もうキャラクターとかには名前とかストーリーとかはまだ作ってあるんですか？イメージはあります。なんとなくなんですけど、はい、なんで闇かわいいっていうものがすごい好きなので、なんかちょっとかわいい中に病んでる要素を含んでる女の子たちを描いてます。回しちゃう。こんにちは、邪魔しちゃってもいいですか？自分はアーティストになったきっかけは？なんだろう、もうちっちゃい頃から絵を描くのが好きだったので、もう趣味をアーティストっていうか仕事にしたいなみたいな。ほうは、スクラッチ的な感じの？そうです。クレヨン、油性クレヨンをバーって一面塗ってから、その上から黒のアクリルガッシュでまた一回全部塗るんです。それをアクリルガッシュを針で削っていく。こっちは私の好きなマーメイドが来た。マーメイド大好きなんですか？私も大好きです。海系がテーマですね、私は。全部お、なんかペガソス的な。ペガソス。海とか空とか描くのが好きで、青色モチーフに自然の不思議なファンタジーみたいなのを描かせてもらって、こういうこうファンタジーみたいないっぱい描いてていうか、これ買います。ちょうど家になんか海柄が欲しくて、海柄と空柄すごい可愛くて。アクリル絵だけではなく爪も？爪もそうです。いろいろいろんな展開があるので見てて楽しい。いや、じゃあ、アーツは一つので縛られないって感じ？そうですね。なんかいろんなことをしたいんです。あら、お腹。ストメック。じゃあ、ここはまた食べたくなるフルーツ。ありがとうございます。じゃあ、こっちはアナログでデジタルの絵も作ってるんですね。あ、そうですね。やっぱデジタルすごい好きなんですけど、久しぶりにアナログ描いたら楽しいなって思って、いっぱい描きました。これって何ですか？パスタカードとかを入れて可愛くデコレーションして、アイドルとかの自分の好きな人の写真とかアニメのイラストとかを可愛く持ち歩けるっていう、そういう可愛いケースって感じですね。そこにスイカ入れたら世界の一番可愛いスイカになるんじゃないですか？世界一可愛いスイカです。誰にも負けません。モフレームで一番よく何に使われてるんですか？ですね、アイドルとかアニメのキャラクターとかのカードをこう入れて、この商品だと縦のものも入れれるし、裏返すと横のものも入れられるよっていう2種類の使い方できるものです。面白い。ちょっと2人で制作したんですけど、こちらのガチャガチャですね。 Let's go! Let's go! Let's go! ダラララララーン、ダラーン、ダン、ダン。おー、Instagram コード、A postcard! Two postcards! Hey! 富士山2枚。ありがとうございます。Oh no! Je suis français! じゃあ、一匹をください。はい。300円で好きなのを選ぶね。じゃあ、もう白で。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。I have a new fluffy friend.ありがとうございます。ありがとうございました。よし、じゃあもうつけちゃおうかな、もう早速。よし、さあ鏡が必要なんで、じゃあまずエンディング撮っちゃう。あ、いいですか？じゃあ、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。最後にむっちゃ振りらしいです、先輩から。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございました。Alright, so these are the wonderful things you can just bump into. If you head out to Harajuku Design Festa, there's always something happening. So be sure to tune in, don't be shy, and say hi. And I'll catch you soon for another video on Ask Japanese. Bye!